よっしゃー、今日も AV 見てしこりますかー。ちょっとその前に COD の公式アカウントでも調べるか。いや、なんかつぶやいたりしてんのかな。こっと、あ、なんだ、なんか、ん？親愛なるチーターたち。私たちはゲームを愛し、情熱を注いでいます。本当かよ。世界最高のファンたちのためにゲームを制作できることを誇りに思っています。常に正しくというわけにはいきませんが、ベストを尽くしています。ベストを尽くしているんだったらお前、テックナインとか悪魔の武器は生まれねえんだよ、お前。チート行為は全員の楽しみを台無しにします。そうですね。チートを好む人は一人もいません。お前以外はな。私たちの目標は楽しく公正なゲーム体験をお届けすることです。開発者へ、ファンへ、そして何よりも、世界中のコールオブデューティープレイヤーへ。チーターはお断りです。チーターは厳しく取り締まります。私たちの言葉の意味をすぐに知ることになるでしょう。だからなんで？皆さん、もしかしたら、コールオブデューティーが生まれ変わるかもしれません。ということでね、まあ、先ほど動画でもちょろっと紹介したかもわからないんですけれども、COD のね、公式ツイッター、皆さんご存知でしょうか？まあ、COD のね、公式アカウントって、ま、ちょくちょくわけのわかんないことをつぶやいてて、まあ、例えばね、ママが今度は私がプレイする番よとかってね、運営がアカウント代行しらすっていうようなとんでもない状況になっていたりはするんですけれども、個人的にはね、なんか患者さんのツイッターみたいな感じで、まあ、楽しませてもらってはいるんですけれども、まあ、そのね、COD の公式ツイッターの中で、まあ、ちょっとね、気になるようなツイートがされていて、まあ、先ほどね、紹介しましたけれども、なんか、親愛なるチーターへとかっつね、もう完全にチーターを煽ってるような、ツイートをしていて、で、そのツイートを初めて見たときは、うわ、お前、ウォーゾンですら、お前今、チーターがはびこってんのに、お前、なんで煽るんだよ、バカよ、と思ってね、まあ、結構冷たい目で見てたんですよ。まあ、なんですけど、まあ、結構気になる内容があって、どうやらね、新しいアンチチートシステムを COD が開発したらしいんですよ。で、その名前が、リコシェアンチチート。まあ、なんかクソだせえ名前はしてはいるんですけれども、まあ、この機能がどういう機能かっていうと、まあ、簡単に言えば、なんかもうチーター絶対殺すマンみたいな。せーの、はい。自分だけすいません、早速6対4というなんかクソゲー見せつけられているんですけど。まあ、こんな感じでね、なんかウィキペディアですかぐらいの勢いでなんかズラーってこう長文でね、俺仕事してますよーっていうアピールをこうズラー書いてるんですけど、まあ多分そんな変わんないっす。僕まあ COD に親殺されてるんで、あんま COD の言うことって信じてないんですよ。だってさ、毎回さ、COD の新作が発売されるたんびにさ、スピード感がーとか次世代がーとかなんか爽快感がーとか言ってるけどさ、もう毎年そんな変わんねえじゃん。そんな感じでね、新しいアンチチートシステム作りましたよとか言ってるけど、まあ、どうせそんな変わんねえんだろうな、みたいな。てかもうなんか、リコシアンチチートとかいうのはクソだせえ名前してる時点で、もうめっちゃなんか頼りないじゃん。なんか、すっげえ頼りない名前してんじゃん。なんでリコシェって。ふざけんなよ、マジで。まあ、ただですね、こういうことを言うと、クソガキからなんか、え、じゃあお前サムネ詐欺じゃんとか、タイトル釣ってんじゃんとかつって言われるんですけど、だからなんだよ、うっせえよ、おめえ。ふざけんなよ、マジで。こんなクソガキがよ、お前、チンゲの一本でも生やしてから、この動画見に来いよ、バーガー。な、こう、サムネ釣りだとかね、言ってくるけど、俺だってね、サムネ釣られることあるんだよ。こう、例えばな、こう、夜な夜な自分がオナニーをするためにね、こう、おかずを探すわけですよ。もう、おかずを探してるときに、ようやく巡り合った、もう、自分の運命の相手かのようなね、もう、クソ可愛いサムネ、クソ可愛いサムネに釣られて、あ、これだったら、抜けると思ってね、もう、ズボンね、下ろして、チンチンぶら下げた状態で、その動画をクリックするわけですよ。めっちゃ可愛いサムネの動画をクリックしたら、実際は小池都知事みたいな顔をした女の子がね、なんかパンパンアンアン言ってるような動画を見せつけられるわけですよ。ふざけらんじゃねえぞと。俺だってな、サムネ釣られてんだよ。だからいいだろ、俺が釣ったって。てか、ちょっと待って、今度は俺が4対6、なんか俺が狩られる側回ったんだけど。
だ最近ね、僕この武器気に入っておりまして、この特攻型指定地専用カスタムって僕は呼んでいるんですけど、85ラウンドもついてる SMG だったらもうこれ突撃して指定地もできるっていうね。もうこんな感じで、もう指定地まで楽しめちゃうみたいな。神武器だね、これ。負けだわ。はい、ということでね、まあ、今回はリコシェアンチチートについて取り上げたわけなんですけれども、まあ、チーターは厳しく取り締まりますと、まあ、おっしゃっておりますが、まあ、これがね、あの COD 公式赤の虚言癖とならないことを僕は祈っております。COD の運営さん、寝言は寝て言え。